女性 YouTuber として確立していきたいなっていうふうに思ってて、女性 YouTuber といえばみたいな時にイキリヌっていうふうに名前を挙げてもらえるようにこれからは頑張っていきたいなと思ってます。YouTuber イキリヌ、主に日常動画や一人で〇〇する女シリーズを投稿するマルチのクリエイターである。一時期は毎日投稿をする時期もあったが、今回初めて約1ヶ月動画投稿をしていない空白の期間があった。その真相に迫った。都内のおしゃれな人たちが集う表参道、ここにある島青山店にイキリヌは向かっていた。そうですね、まあ、髪を染めた理由としては、その髪色イコールイキリヌみたいな感じになるのが自分の中でちょっと違うなと思ってて、例えば前までだと黒髪ショートイコールイキリヌだったりとか、ちょっと前だとピンク髪イコールイキリヌみたいなイメージがあったと思うんですけど、そのなんか黒髪ショートイコールイキリヌとか、まあ、ピンク髪イコールイキリヌっていう風にこう覚えてもらえるっていうのはすごい嬉しかったんですけど、そのイメージを保たなきゃいけないのかなと思って、その自分自身それにちょっと縛られてたところがあったのかなって思います。そう、最近コメント欄で何目指してるのって聞かれることがちょいちょいあったりして、まあ、その意味って私の見た目が昔と全然違って、その黒髪ショートからもうハイトーンの金髪とかになったことによって、こう短さを感じなくなっちゃったのかなっていうふうに思ってるんですね。あとはなんかそのハイトーンだとやっぱりちょっと髪の印象が強すぎちゃって、例えばメイク動画、毎日メイクの動画だったりとか、あとグレイルのルックブックの動画とか、結構参考にしづらいというか、っていうのはやっぱり学生さんとか、あと社会人の人とかって、やっぱりこうハイトーンってなかなかできない環境の方が多いと思うんだよね。まあそうなった時に、やっぱり黒髪の方が自分に置き換えて考えやすいかなっていうふうに思いました。そう、だからみんながよりイメージしやすい姿で一緒に可愛いを追求できたらすごく嬉しいなって思います。そう、なんかやっぱりね、 YouTube がすごい好きなんですよね。もともと動画を始めたのもヒカキンさんがこうゲーム実況してるのを見てすごい面白そうだなと思って始めたんですけど、でその時にこうコメント欄とかでこのゲームいいよねとか、こういうところが面白いよねって言ってもらえるのがやっぱめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。でそれは今もすごい変わらなくって、私のね興味がファッションとかメイクとかにもねこう広がってって、このメイクすごい可愛いよねとか、このコスメすごくいいよねみたいに共感してもらえるのがめっちゃ嬉しいんですよ。そう、やっぱりね、あの女性 YouTuber として確立していきたいなっていう風に思ってて、女性 YouTuber といえばみたいな時にイキリヌっていう風に名前を挙げてもらえるようにこれからは頑張っていきたいなと思ってます。まあ、実はですね、この1ヶ月ぐらい動画をね上げてなかったと思うんですけど、その期間何をしてたかっていうと、チームイキリヌのメンバーとこれからの方向性についてすごい話し合ってました。まあ、結論としてまあどうなったかっていうと、基本に立ち返ってメインチャンネル1本に絞って頑張ってやっていきたいと思います。イキリヌチャンネルって今ねいろいろ分かれてると思うんだけど、特にねそのキュンチャンネルに関してはメイクとファッションなんだけど、メインチャンネルも結構そういう動画を上げてて、なんかこう区別がねついてなかったと思うんですよ。なのでそこをちゃんとメインチャンネルに一本にまとめて、でよりクオリティを高く楽しい動画を作っていきたいなっていう風に思ってます。なのでキュンチャンネル自体は一旦お休みさせていただこうと思っています。でもチャンネルがねなくなるわけではないので、そこは安心してください。でメインチャンネルに関してはその、まあ、さっきねメイクとかファッションっていう風に言ったんだけど、それだけじゃなくって今まで通りイキリヌらしい動画っていうのかな、その一人〇〇シリーズとかそういう動画も上げていこうと思ってるし、それに加えて今までやってこなかった新しいいろんな挑戦をやっていきたいなっていう風に思ってます。なので、まあ、イキリヌチャンネル自体もっともっとみんなにね、あ、イキリヌチャンネルってやっぱ面白いよねっていう風に言ってもらえるように、どん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 クオリティ上げて面白い動画を作れるように、心機一転、黒髪イキリヌ頑張ってやっていくので、これからも応援よろしくお願いします。